こんにちは、田畑慎太郎です。今日からですね、せっかくこちらの本、ちょっと照明があるかな、これからの会社員の教科書を書いたので、こちらの内容について、YouTube でですね、いろいろ本人が自ら語るという形で解説をしていきたいと思います。今日はですね、もう手始めにってところで、まず初めにのページから行きたいんですけども、別にこれ俺が朗読したってしょうがないんで、まあ、要はそれぞれのところで僕が何言いたいかっていうことを僕の直接一人称で語っていきたいと思います。まあ、これからの会社員の教科書っていうのはビジネスパーソンの若い人たちのために特に書いたんですけれども、特にですね、大学出てすぐビジネスの世界に入った人っていうのは、まあ、しょうがないんだけど、それまでの体験してるほとんどの世界がまあ学校ですよね。学校で先生っていうのがいて、そこに問題が出てくという感じなんだけれども、そことですね、全然ビジネスの世界っていうのは良くも悪くも違うんですよ。で、一番言いたいのは、ビジネスの世界っていうのは学校と違って、どちらかというと、そうだな、あえて言うならば海賊。まあ、この本の中にも書いたんだけども、まあ、ワンピースとか、パイレーツ・オブ・カリビアの世界だと思っていただければいいかなと思います。つまり何が言いたいかっていうと、自由。あとは強い奴が偉い。あとは仲間を裏切る、裏切らない。そういったことが常にうごめいてて、イケてる奴は仲間を集めて、非常にいい思いをできるんだけども、そうじゃない奴はいつまで経っても下っ端ばっかりと。なんか甲板洗ったりみたいな下っ端仕事ばっかりというところなんですよね。で、ビジネスの世界で大成功してる人、まあ僕が知ってる範囲でも、例えば前澤さんとか、堀江さんとか、あるいは世の中では孫さんとかね、三木谷さんとかいっぱいいらっしゃると思うんですけども、そうした人たちっていうのは現代の大名だと思ってください。戦国大名。まあだからこそガバナンスっていうのが問題になったりもするんですけれども、基本的にはもう絶対王政の王様みたいに振る舞おうと思えばね、その会社の中で成功した創業オーナー社長っていうのは振る舞えてしまうわけです。まあ、そんなような中で、学校みたいにですね、ただおとなしく言うこと、人から言われたこと、上司から言われたことを、いや先生から言われたことで出された問題、それを、真面目に従順に解いてれば評価されるというような世界では全くありません。そんなことやってると中途半端に優秀なだけの変なしょうもない大企業エリートサラリーマンになってしまいます。で、僕はいつも思ってるんですけども、武士道がね、あるいは海賊にも海賊道精神があるように、武士道のようにですね、サラリーマン道っていうのがあると思うんですね。で、僕も結構もう20年ぐらい、まあサラリーマンやって、まあ今回辞めるのか辞めないのかって感じなんですけども、まあいろいろやってきました。で、もちろんですね、僕に対していろんなこと言う人もいると思うんだけれども、まあ一つあれなのは、僕は僕なりのサラリーマン道っていうのを武士道のように常に意識して、それに準ずる、恥ずかしいことをしてこなかったということは、まあごめんなさい、僕の主観的な思いかもしれないし、まあそれに対していろいろ証言してくれる人もいっぱいいるとは思うんですけども、そういったような形でできるんじゃないかなと、やってきたんじゃないのかなと思います。で、ただ問題なのは、このサラリーマン道っていうのは、今もね、誰もどんどんね、教えてくれないんですよ。サラリーマン道っていうのは変に言うと、まあいろいろ本のコメントでも多少あるんだけど、昭和の古いサラリーマンがどうのこうのとかっていうことあるんだけども、組織人とかですね、サラリーマンとかビジネスパーソンとして生きるってことは、武士は武士同士の付き合いがあるじゃないですか。殺し合いしたってですね、敵ながらあっぱれって言われるやつもいるし、そうじゃないやつもいるわけですよ。そういった、ビジネスマン同士の付き合いの作法とかマナーとかルールっていうものを今もう本当に誰も教えなくなってる。で、中途半端に肝の部分を教えようとすると、コンプラ重視だとか、あの中でコンプラにそれは反するとかですね、そういったようなことすぐ言われちゃうんですよね。で、いつまでやってもですね、わかんない人にはわかんないと。で、最近起こっていることは、本当にこいつはと見込むような、昔はもっとどっちかというとね、終身雇用の、良くも悪くも終身雇用があって、年功序列になってると、下の人に自分が抜かれるってこともない、仕事でね、追い抜かれるってこともないし、あるいは長い目で見てですね、部下のですね、育成をしたってことは上司としても評価されみたいなこともあったんですけれども、今は短期的な成果主義、そして実力主義、これは別に悪いことじゃないんだけども、そういった中でわざわざ部下を、本当に手塩にかけて育てようというような上司はどんどん減ってます。もうこれしょうがない。だって手塩にかけて育てたところでさ、会社辞めるかもしれないし、イケてるやつほど。で、中途半端にイケてないやつを一生懸命教えようとすると、そのなんか教えようとしている説教したりですね、指導している時間自体が夜7時だったりすると、ちょっともう定時超えてるんでいいですかみたいな
こっちはお前良かれと思って言ってやってるのに、お前別にもうさっさと帰りたいなら帰れバーカみたいな、そんな形になってるわけです。で、まあ、だからこそ僕ですね、もう40代半ばぐらいから、普通の会社でですね、更新を教えるっていうよりは、こういう本を書いたり、まあ、田端大学みたいなサロンやったりみたいなところはですね、そういったことをむしろ、変なコンプラとかですね、パワハラとか言われることなく教えられる、更新に伝えていける場なんじゃないのかなと思ってるんですね。で、このこれからの会社員の教科書の中にも散々僕いろんなエピソードをこれまでの自分の上司や先輩のエピソードを書かせてもらいました。で、振り返って20年思うんですけども、本当に僕は上司の運に恵まれてたと思う、ラッキーだったと思う。で、その幸運さみたいなのを、まあ、ペイットフォワードじゃないけど、少しでもまあ世の中に少しでも返していきたいというところだったりとか、あるいは自分自身本当に思って、自分自身のいろんな上司としてのまあ仕草っていうか振る舞いみたいなのは、結局今までの自分がお付き合いさせてきた、使いさせてもらった上司のこうキメラみたいにですね、もういろんなところがいろんなところになってるなというところがあるんで、そういう目線で書かせてもらいました。もう本当にそういった意味では、いい上司に使えるということはお金じゃ買えない経験ですよね。本当にもういろんな、もちろんサラリーマンな人から、オーナー社長前澤さんとか、堀さんみたいなオーナー、創業オーナー社長までいろんな上司にお使いしましたけども、本当にすごい上司、面白い上司と仕事する経験っていうのは金じゃ買えないもんです。で、少しでもそれをまあ僕なりにね伝えたくて、この本書いたり、まあサロン書いたりしてるわけです。でも、まあさっきも言ったように、今もコンプラ重視だ、働き方改革だ、成果主義だという中で、本当に親身になって教えようとするような先輩や上司っていうのは今どん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 少なくなってると。で、なおかつなんで YouTube とかですね、サロンとか本にしたかっていうと、今ですね、ツイッターでそういうことを言うと、うざい真実を言うと、もうツイッターで皆さんもご存知だと思うんですけども、炎上しちゃうじゃないですか。で、まあこれはもう俺なんか炎上しなく、気にせずなるべく語ってるつもりなんだけれども、今って本当にパブリックな場で、オープンな場で、残酷な真実をイケてないやつに突きつけると、炎上しちゃいます。でもこれって俺はどっちかというと、だからこそ、それなりのネットワークがあったり、人脈があったりする人たちの中で、その狭いね、閉鎖的なクラブの中で、サロンの中で、大事な真実がどんどん語られちゃうようになって、これ、はっきり言うと、ますます格差開くと思ってるんだけども、そういうようなオープンな場で真実が語られないという、すぐ炎上しちゃってね、稲荷と稲子のクソみたいな、ミジンコみたいな連中がわーって言って、お前らがどんだけ言ったところで別にお前らの性格良くなるわけじゃねえよ、バーカみたいな感じとか、少しでもそこからね、ヒントを感じ取ってくれる人がいたらいいなと思って、こっちはよくあると思って言ってるみたいな感じなんですけども、まあ、なるべくパブリックに近い形の場でっていうところで、僕は本書いたり、まあ、こうやって YouTube で喋ったりしてるわけなんですけれども、まあ、残酷な真実、うざい真実を言うと炎上しちゃう世の中なんで、本当にですね、こうやって YouTube みたいなところとかで語っていきたいと思います。で、まあ、まとめると、今回の本は本当に20代の若いビジネスパーソンのために書きました。もし、特に、まあ、一部ですね、僕煽ったんだけど、昨日ツイッターで、40代とか35過ぎてこの本読んで、うわ、勉強になったと思ってる人いたら、本当君ね、ちょっとやばいと思うよ。まあ、やばいことがあるかないかってことを確かめるために買って読んでいただくのも全然いいんだけども、まあ、20代の特に、半ば、前半から半ばぐらいの人に向けて書きましたし、そういう部下や後輩をお持ちの方は、自分が直接言いにくいみたいなことを、この本をまあそっと渡すような形で、やってもらったらなと思います。僕いつも本当にしつこく言ってるんですけども、ビジネスっていうのは世界を回してるわけですよね。言葉が違う人、あるいは宗教が違う人、文化が違う人、肌の色が違う人同士がなんで協力するかって、ほとんどの場合はビジネスです。もうちょっと下世話に言うとお金儲けです。でもお金儲けっていうのは全然悪いことじゃなくて、お金儲けっていうのが人間同士の協力をいかに促すかっていうことがビジネスの最大の醍醐味だし、もっと言うと仲間と面白いビジネスやっていくってことは世界中が熱狂する最高に面白いチームスポーツなんですよ。でもこのチームスポーツには当然ルールもあるしマナーもあると。ラグビーってさ、ルールがなかったらただのさ、なんかごついゴリラみたいな男たちのただのどつき合い殴り合いみたいな、もう一見反射みたいな人たちばっかりじゃないですか。怖い、夜道ですれ違ったら怖いよねって感じなんだけど、ルールがあって作法があってマナーがあってスポーツマンシップがあって、それに乗っ取ってやるから、あれぐらいギリギリのね、体同士のぶつかり合いがみんな熱狂するわけです。それと同じようにビジネスっていうのも最高に面白いスポーツなんで、ぜひ、若いビジネスパーソンには、しかもね、ルールブックが書かれてないのよ。だから俺これマナーとかルールブックっていうのは、ルールブックを書くつもりで、もちろん法律を守るっていうのは最低のルールなんだけども、そこだけ読んじゃダメだっていうと、そこだけのプラスアルファの部分が、結構含まれてるというふうに思いましたんで、この本を書いてみました。さあ今日これからですね、まあ週に2回ぐらいこの本の各章71のパートを一個一個やっていきたいと思います。
若いビジネスパーソン諸君、ぜひチャンネル登録しながらよろしくお願いします。で、あとはまあ今日の感想ともコメントとかでいただけると、動画のコメントとかでいただけたり、あるいはツイッターとかでいただけると非常に田畑が喜びます。じゃあありがとう。